中田カウスよりご挨拶いたします。はい、ようこそお越しをいただきました漫才はね、ボイスさん本当に困るんですよ、これ一枚あるとね、こうして喋って、はいはい、こうして喋っててもね、はい、僕が映るんです、はい、反射してるんですよ、ボイスサイル、僕が映ってるんです。出来たてのシチューを客席に持って行った時に事件は起きたのであった、うん、事件起きた、あれてめえこの野郎、てめえの親指がシチューの中入ってんじゃねえかバカ野郎、考えて持ってきやがれ。事件、大変申し訳ございません、ちょっと親指の調子が悪くて温めておかないといけないんです。何それ、知るかバカ野郎、じゃあてめえのケツの穴でも突っ込んでやがれと考えるんでしょうな。はい、よう来たな。まあ、座れの横にちっちゃい字でね、右を見よって書いてあるから、私も正直に右向いたんですよ。ほな左を見よって書いてあるから、左向いたら後ろを見よって書いてるから、あーしゃあないなー思って、後ろを見たら後ろに便所の中でキョロキョロするなーって書いてあるほんまに大阪の人というのは面白い。じゃんけん、ほい、何よ、ちょっと聞いてくれないか。やめてや、その格好つけんの、その何の顔やねんお前、気色悪いねお前は。君にとっては大した出来事じゃないのかもしれない。個人攻撃するな。すいません、今気まずいでしょ、すいません。でも僕は今でも大事に保管しているよ、はい、君がくれたあのチョコレート。チョキ、気持ち悪いねお前の地元前田のアコーディオンと長谷川の三味線でいつもの歌から始まる。俺らいつそんな漫才した、おいおい、いつ抱えた、おい。あの新婚さんの椅子もね、家のとこでずっと置いてますね、邪魔です。せつざきへいす、いいよ、これでいいの。温泉、お温泉を10回言ってみて。あ、はいはい、ここから。温泉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 。3000の次の数は4000。ブー、3001。あー、僕たちは硬式野球部です。あ、いいね、野球部、はいはい。硬式野球部は3年生15人、うん、2年生20人で活動しています。ありましたね、部員の数とか言って。去年の夏は甲子園の一歩手前、ほら大したもんやんか。ほう、尼崎まで遊びに行きました。知らんがな、おい。なんか言ったら、あの総理大臣の安倍定が、安倍定いりません、安倍です。安倍さんがね、任命した責任は私にあります。そう、本当私厳粛に受けてます。はい、何人責任感じとんねん。いやいや、大きな声で一回も責任取ってないやないかい。ちょっとすいません、おたく声大きいだけで中身ないやん。それを言うな。え、チャルメラ弾くから、なんかチャララララチャララララ ラ, ラね、お聞いといてください。せーの、おーで、よいしょ。あの、恥ずかしいからやめるわ。バンバン、ありがとう。大阪は本当に怖い街です、大阪はマナーが悪い、悪い ね変なあの人がおる。うちの近所でね、こんな大きな犬を置くと、こんなちっこいおっさんがおるんですよ、もうどっちの散歩か分かれ、ね、その散歩の先、前もこの玄関こうでね、大きなうんちをしますねん、これが、こう犬が、おっさんが、おっさんがね、それそれほんまかいな、嘘かい、お腹をね、ペラペラ舐めるんですよ、犬が、おっさんが、それほんまかいな、嘘かい、嘘や。いくつや、あざます、いくつや、あざます、いくつや、これ水野です。いくつやって言うてない、今言うわけない、急にいくつやって言わへん、急にいくつや言うてない、言うてない。
すいません、こんな頭なつ連れてきました。いやいや、もうね、僕のことはいいんですけどね、もうそんなことよりね、お客様がね、これ揃いも揃ってね、揃いも揃ってね、何が言いたいか分かりませんけれども、これみんな生えすぎちゃう、お前が抜けすぎやね、すごいお囃子になられましてね、本町の平林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 、子供危ないよ、どこ見て歩いてんねん、前見て歩かんかいな、何をブソブソ言うてんねや、この辺りはな、人力車がどう通ってんねやで、人力車に引かれるよ、引かれるよ、ほんまに引かれるよ、危ないよ、ほんまに引かれるよ、え、すんません、おおきに、あー、びっくりした、ほんまに引かれるよ、ほんまに引かれるよ、ほんまに引かれ、え、違う、ちょっと違う、ほんまに、え、ほんまに引かれる、ほんまに引かれる、あち、あー、おっさん、いらんこと言うさかいに、行くとこ忘れてしもったがな。外国の話で入っててくるのしてるか、はい、こんなそれこそシンデレラやで、どんなんの、シンデレラ、昔エメラルド城というお城にミハエル王子というハエみたいな名前の王子様が住んでいました。名前だけやん、おしまい、もうあんのかい、これが発展してシンデレラできたんですってね。内容何もなかったやないかい。いや、だから付け足しただけやん。うるさい、お前からやってやる、おもろいやからやってみえや、くらえ、うわーっと、お前このタイミングで避けるなよ、おい。おじいさんは山石ばかりに、おばあさんは川へ洗濯に。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこどんぶらこ、泣きさん帰ってきてくれた、大きな桃が流れてきました。意味あんの？痛っ。いや、よう拝めるな、痛いやろ。いや、あかんで、あかんで、あかんで。生で当たってるやん、これ。マジ、マジで。だ、こっちかよ、なんで俺だけ横やねん、お前。びっくりした。吉本でこうあいうえお作文で吉本のことをうまいこと表現して、はい、いくで、はい、吉本であいうえお作文、吉本のよ良い会社です。おう、吉本のし、自然と笑える。お、いいね。吉本のも、もちろんご存知の通り。吉本のと、時々闇営業に行っています。行ってるか、もう3週間前の飲み残しのコーラが冷蔵庫に入っとったんやん。で、嫁はんに、おい、これ大丈夫かなって言ったら、嫁はんが、あんたやったら大丈夫や。つらいな、そうかい、とコップに入れたら、しゅうもなんも言えへんわ、そう。これもあかんで、おい、で、飲んだら、すっぱーって飲まれんわ。大丈夫かいな。おかしいなぁ、思って、よう見たら、お前、ポン酢やってん。なんかほがいいデートコースないですか。あ、動物園行ったら臭い。我慢せえや、匂い飽きません。なんやねん、臭いってな。臭いやんか、あんなもん。動物園なんかちょっと臭い、そんなもんやろ。ほら、動物も一生懸命生きてはるからしょうないやん。そうやろ。ほやけど、あの昼時なんてね、お弁当かなんかこさえてきてくれてデートは食べるやんか。ええやん、弁当食べろや。今から食べようかいってパカッと開けて、おー綺麗な言うてる横でしまうまん。あるペットの輸入業者さん、台湾からこうね、台湾ザル5匹仕入れてきてね、ネットで話題ですね、儲かるっちゅうて、あら、これで来たわけと思いましたが、よう見たら1匹だけ日本ザル混じってまして、さあ怒りますわ大将も、おいおいおい、ええやるか、おい、わし電話でどない注文したお前、台湾ザル5匹やって、これ見てみよ、お前1匹だけ日本ザル混じってるやねんか、どういうこっちゃ。すんまへん、それ通訳ですね。
30年ほど前にね、3人の前だとお客さんが3人の時もありますね。京都花月、これ今潰れてないんでございますがね、今これ祇園花月がありますが、まあ新しい京都花月というのがね、30何年前に潰れまして、寺町京都の中にありましたんや。これ潰れる前にお客さん3人、お客さん3人だっせ、本当にもう漫才できへんよ。ほんまですよこれ。何が困るってね、何でも視線があるんです。その3人と認めが合うわけでございますね。目が合うたらお客さんうーんふっふっ、いやいや、そのうち2人はなんて、2人帰りはったんですよ。そーっと抜けて帰りました。一番後ろにおばちゃん1人、おばちゃん1人だけで、人目のおばちゃんがドーン座ってまんねん。これまた、ね、全然笑えへんねん。何言うてもほとんど動けへんねん。死んでんのちゃうから。死んではないけど。整いました整いました。はい、どうしたんですか急に。瀬戸君への感謝の気持ちとかけまして。いや、いいんですよ、できもしない謎かけあなたもしなくて。今日来ていただいてるお客様と解きます、うん、僕とかけまして、今日来ていただいてるお客様と解く。その心は、その心はどちらも感激しております。ほんまにうまいのはいらないんですよ。さあ本日の回答者お名前どうぞ。はい、山田健です。もう一度。山田健です。正解。当たり前や、名前言うただけやん。確かにあなたは山田健さん。どんな問題やねん。それでは早速行きましょう。誰にも負けないぐらい男らしいって話でございます。何ですかそれ。牛乳あるでしょ、牛乳。牛乳はなんと賞味期限切れても飲めます。なかなか男らしいな。何にも怖くありません。でもそれやったら俺の方が男らしいな。そうなんですか。俺牛乳はな、賞味期限切れてから飲む。めちゃめちゃすごいね。Please tell me Japanese game. 日本の遊びを教えてほしいな。日本の遊び。OK、 じゃあ教えたろう。じゃあ10回ゲームなんかどう。10回ゲーム、うん、絶対引っかかんねえ。 What? じゃあ Please say pizza 10 times. Pizza 10 times. そうそうそう、 OK。 Pizza 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 pizza. What is this? Elbow. あ、そっか。あ、うわ、そっか。 Hey! Elbow! Pizza! Elbow!でもね、ちょっと生の舞台見たら、はい、私テレビより細いと思いません？ありがとうございます。この拍手が一番大きかったね。いや、ほんまに。テレビでよっぽど舞台は思われてる。舞台は太って見えるから。そうなんですよ、テレビってね、うん、太って見えるんですよ。だいたい8倍太って、うん、そない見えるの。あれ、ほらもうちょっと詳しく教えてくれる、うん、食べたら、うん、皮が全部上顎にひっつくらしい。お腹やないか。全部上顎に持ってかれんねやから。あれ、皮とあんこのハーモニー感じたことないのかよ。もなかに決まりよ、そんなもん。分かれ。あ、びっくりした。うわ、びっくりした。何や、なんか銀色のとこに、え、これサイドミラーのところ、化け物みたいなの映ってて、お前の顔面や多分。これが映ったよお前。うわ、おぶっ壊れたやんかサイドミラー。お前すいません。おちょ、弁償せよこれ。すいません。弁償せよ、ぶっ壊れたんやけん。すいません。ちょ、お前話ならんわ。ちょ、上のやつ出せ。すいません。キーじゃねえよ。はい、あの、子育て、これも皆さんに聞いて。いや、僕ちょっと自信あるんですけど、ね。特にね、息子さん、はい、君の息子さんは君の背中を見て大きなってる。男の子はね、うん、あの父親の背中を見て大きなる言うでしょ。確かに。僕とか本当その通り、小さい頃から息子は僕の背中ばっかり、ずーっと背中ばっかり見て、はい、ずっと今まで大きくなってきましたから、いまだに親である僕の顔知らないんですよ。この間、おいとおさん誰やねん、お前の娘。ブスたちはお前の上。なんでそんな格好してますの。いや、あのな、家でばっかり在宅勤務してたら運動不足になるさかいな、オンラインでヨガ始めて。おいらんがよかったんですか。何おもろいこと言ってねんだ。おいらんがよかったりするかいな。
オンラインでヨガを始めたんや。ヨガ？そやがな。ほんでな、こうだんだん体柔らかになったんやけど、こなして足上上げたぐき言うて止まってもて治らんようになったんや。どういう感じやってんのそれは。旅館ですから、その中井さんに部屋に案内されて、うん、中井さんが部屋から出て行ったらすぐですよ、うん、部屋の隅の柱から人の顔みたいなのがバー出てきて、僕それ見た瞬間にうわーガニうわーどうした金縛り金縛り金縛りうわーやめてくれ、怖い、やめてくれ、助けてくれ、近づいたから、怖い、やめてくれ、やめてくれ、怖い、やめてくれ、来た、助けて、助けて、やめてくれ、来てる、やめてくれ、ありがとうございました。どこでやめてんねん。お結婚なされてる奥さんもいらっしゃいますか。奥さん私嫁ですよ。あ、結構いらっしゃる。ちょっと聞いていいですか。自分の嫁に聞けないんで。あれなんで立て替えた金は払ってくれへんのですか。好きな女の子とかけまして、オリジナルで、ね、好きな女の子、嫌いな女の子と解きます。好きな女の子、嫌いな女の子、真逆で、はい、その心はどちらも話したくない。これは確かに、これは確かに。いこう。お前ね、なんやねん、むっちゃくちゃえ男前やで。なんや、何が始まったんやそれは。いやほんまに男前とか普段言うてこないじゃないですか。もっと顔で売っていった方がいいと思うねんけどな。男前ちゃうって多分。いやこいつむっちゃくちゃ男前ですやんね。地獄やんか。パン屋、パン屋、このパン99個くれるか。え、100個にしまよか。そんな食べられへんがな。これで終わり。